月曜日のレギュラーでご登場いただいておりますけども、今週はですね、取材の関係で金曜日になりました。ジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。韓国にいらしてた。はい。韓国に。何しにさ、取材で。まあ、様々な取材ということで、月曜日のね、放送でね、ご報告させて、レポートさせていただいたようにですね、38度線ギリギリまで行って、はいはい、北朝鮮の様子を見てみたりですね、で、あるいはですね、日米韓合同軍事演習、ね、はい、が行われていて、どの程度の水準でやってるのか、そして水曜日からですね、あまり日本では大きく報道されてないんですが、まあ、トランプ大統領のアジア歴訪を控えましてね、外務次官級協議と日米韓韓のですね、日本からも来てましてね、協議というのが開かれまして、その前前段で、その、ロジスティック担当がですね、韓国総理にしても、してたもんですから、その国務省の連中と、アメリカの国務省の人たちとですね、まあ、情報交換をしてみたりですね、まあ、そんなことをしてきました。もう、アメリカの、そういう、いわゆる、事実上、交渉の最前線でやる人たちがもう入ってるわけですね。そうなんですね。いろいろこうやっていると。はい。まあ、すり合わせというのをやってるんですよね。一番、喋って平気なもん、中で、これがね、っていうのは何ですか？これはね、日本でもね、そこそこ噂は出ていたはずなんですが、やっぱりトランプ政権のですね、まあ、特に対北朝鮮政策を見ていく上で、キーパーソン、これはマティス国防長官と、ティラーソン国務長官だというふうによく言われてるんですが、そのティラーソンさんが、更迭されるんじゃないかっていう話がくすぶってましたよね。で、ワシントン、今ワシントンではですね、かなりの確率で、近々更迭されるんじゃないのか、そして後任のですね、人事まで名前が浮上してるんだそうですよ。もうそこまで迫ってる。で、後任の人事で名前が上がってるのは、ポンペオさん、ちょっと名前面白いんですけどね、ポンペオ、CIA 長官ですね。ポンペオさん。はい。はあ、CIA の今長官なんですね。長官なんですね。まあ、そういった意味で言うと、タカ派ということで、要するに、ティラーソンさんが北朝鮮との対話路線を重視しているのに対して、ポンペオさんは、まあ、イケイケのね、方針で臨むんじゃないのかと言われている、その人の名前がぐるーって今ワシントンで上がってきて、で、私が話聞いたのは、国務省のスタッフですから、自分の上司ですからね、もう気になって気になってしまう。誰が来るのか。うん、そうだそうだ。ね、わかる。同じ社内の社員が社長の人事をね、見てるようなもんですから、だからいろんな情報が入ってきてる中で、で、その話をしたもんですから、いや、これはかなり角度が高いんじゃないのかなと。ね、最終的にその人事が実行されるかどうかはまた別にしましたよね。ティラーソンさんはとにかく、あくまでも話し合いで、最後まで話し合いだと、ね、言ってますよね。爆弾一発落ちるまで話し合いなんだと。でそれに対して、トランプ大統領は核兵器を10倍にしろとかさ、まだまだわけのわかんないこと言ってて、でそれで結局トドのつまりがティラーソンさんが更迭されて、それでポンペオさんが今気になったのは、イケイケだっていうのが。そうなんです。だから、まあ、前歴は何ですか、このポンペオさんというのは。 CIA、 ずっとその CIA 畑を歩いてきた人ですか。いや違います。いや軍人ではありません。トランプさんのですね、スタッフというか、はい。あ、そうですか。だからそういった意味で言うとですね、どうなんでしょうね。米朝開戦も、ありえなくはないぞと。結構現地ではハラハラムードはあるんですか。いや、さほどないですね。だからやっぱりね、韓国っていうのは常にリスクにさらされた国なんですよ。ね、ですから、そういった意味で言うと、また同じような状況になって、これは市民感覚としてね。ただ、そうは言ってもですね、やっぱり38度線近くへ行ってみますとですね、まあ、等間隔で、その監視所がありましてね、その監視所、普通だったら、3カ所に1カ所ぐらいしか軍人がいなかった。これまでは。ところが3カ所に2カ所ぐらい増えてきましたね。やっぱりそういった点ではね、なんかね、そこははかとない緊迫感というのは伝わってきましたよね。微妙な変化は感じられる。感じますね。まあ、狼がクルーズ状態がずっと続いてますからね。はい。なるほどね。はい、須田さんはですね、この後は7時からです。はい、今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。須田さん。はい。日米ともに株価がすごいことになってて、はい。ニューヨーク株はですね、2万3000ドル台を突破しまして、はい、それでもう、本当今日の新聞なんかは、1987年、ブラックマンデーのね、あの時とね、よく似てるなんつって、はい、警告を発している新聞もあります。で、日本の方もですね、まあ、日経平均13営業日連続上昇ということで、29年ぶりの歴代2位に並んだと、はい、ね、2万1448円52銭ということなんですが、はい、これは
はい、どういうふうに判断したらよろしいですかね。基本的にはですね、日本の株価はですね、アメリカの株価に連動してますから、引きずられて上がってきたというのは第一点ですね。はい、で、もう一点はですね、やっぱり需給の面から言いますとね、やっぱり公的資金、特に日銀による ETF 買い、あるいは年金資金の買い、はい、やっぱりこれが強く強く下を支えしているという状況。だから公的資金買いに、提灯がついて、個人の買いが入ってですね、株価が上がってきているというのが実情じゃないかなと思いますね。アメリカはどういう理由ですか？これはね、いろいろと言われてるんですけども、年初はですね、トランプラリー、トランプさんがですね、大統領に就任したということで、様々な経済対策、規制緩和が行われてですね、将来、非常に景気が良くなっていくんじゃないかということで、株価が買われた。まあ、実体経済もいいですからね、今、アメリカは。景気いいですから。まあ、それと、連動してですね、株価が上がってきた。ただ、さっきブラックマンデーって意味軸も言いましたけども、高島さんがね、1987年ですよ。で、当時のですね、ニューヨークダウと今のニューヨークダウを比べてみますとね、10倍以上になってるんですよ。株価が。で、これに対して日本の株価はですね、ブラックマンデー当時と比べて、ほぼ変わってないっていうのが実態でしてね。そうなんですか。そうなんですよ。だから、私考えますに、まあ、銘柄がね、ニューヨークダウの場合、かなり入れ替わってますから、単純比較はできないんですけれども、そうは言って、まあね、ニューヨークの株価は完全にバブル状態に突入しているんではないかなと、個人的な考えですね。ニューヨークは、バブル状態に突入。やはり多少の心配はあると。かなりの心配ありますね。かなりの心配。はいはい。FRB がいつもね、利上げをするんじゃないかとか、なんとかかんとか言いながらも、なかなかどんどんとやらないですよね。その辺、こう、熱を測ってるんでしょうかね、今。そうでしょうね。うん、まあ、それを利上げしてしまったらですね、株価に対しては大きなショックを与えることになりますからね。日本はどうなんですか？こんな数字は安倍さんは得意になって言うと思います。アベノミクスの成果だみたいなことを言うと思いますけども。実際はどうなんですかね。今ね、マーケット関係者で、の分析はどうなってるかっていうとですね、まあ言ってみれば、理屈で上がってるわけじゃないと。この13連騰というのはですね、理屈で上がってるわけじゃなくて、なんで上がってるのかさっぱりわかんない。見当がつかないと。だから怖くて買えないっていうのが、ほとんどのマーケット関係者の素直な感想なんですよ。じゃあ、このマーケットで儲けるためにはどうしたらいいか。バカになって、理屈を考えずに馬鹿になって買わないと要するにこのマーケットでは利益を上げることはできないと言われてるんですね。これからすごい AI 時代が来ると言われてますけども、今株の売買なんていうのも、ほとんど AI ですよね。人間はなんか腕組みして見てるんですよ、こうやって。あれでどんどんイケイケになる。そうなんですね。だから、機械の方は上がるから買う、買うから上がる、上がるから買うっていうのを繰り返してるだけですから。ですから、それが いずれね、はしごが外される可能性もあるんじゃないかなと。ただね、これね、ちょっと私が言うのもなんなんですけれども、実はブラックマンデー1987年、で、加えてですね、この7のつく年というのはアジア通貨危機であるとか、あるいは、どうでしょうね、サブプライムローンの危機であるとか、で、7のつく年には、1987年、97年、2007年、みんな2017年じゃない。そうなんですよ。ねえ。だから今年ちょっとで、その巡り合わせからすると相当危険なんじゃないかなと。話半分で聞いてくださいね、高島さんね。いやいやいや、株屋さんってそういう話好きだよね。好きだね、ほんとに。曰く因縁ね。はいはい。うん。あ、そうですか。そんな危険すら感じられるという、はい、この、まあ、ヒットアップぶりということなんですね。そうですね。はい。やじうまニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます、高島秀武です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。まずこのニュースから取り上げます。日産自動車は資格のない従業員による新車の検査を公表後も続けていたとして、国内に6カ所ある全ての完成車工場で出荷を停止することを決めました。無資格の従業員の検査が続いていたのは、神奈川県の日産車体湘南工場など国内の4つの工場で、先月29日に問題を公表した後もずさんな検査体制の改善が徹底されなかったことが明らかになりました。いや、日産といい、それから神戸製鋼といいですね、日本を代表するね、大手の会社がいろいろとこういうね、事件を起こしておりますが、なぜなんでしょう。まず日本放送報道部のですね、森田浩二解説委員です。はい。国の規定に反した新車の無資格検査、そもそも先月18日に国土交通省の立ち入り検査で判明し、先月29日に日産自動車が公表しておりました。で、日産は販売を一時停止したんですが、その後検査体制を改めたということで販売を再開しておりました。で、日産は10月になって国土交通省に販売済みの小型車
車ノートなど38のすべての車種116万台のリコールも届け出ておりました。まあ、ですがその後の社内チームの調査で日産車体湘南工場で無資格検査が続けられていたことが今月11日に分かりました。でその他にも日産本体の栃木工場、オッパマ工場、日産自動車九州でも無資格検査を続けていたということが分かりました。で新車の出荷前に行います最終検査のうちエンジンのスタートですとかタイヤの使用の確認に資格を持っていない補助検査員が携わっていたということで問題の改善に取り組もうとする上層部の意向がどうも現場に伝わっていなかったということなんですね。で、まあ、日産は万全を期すために国内の6つの工場すべてで出荷を止めます。で不十分な検査体制のまま出荷してすでに販売したおよそ4000台は国土交通省に追加のリコールを届け出ることも検討します。販売店を含めて日産が抱えるおよそ3万台は販売を止めて国内向けの車両の生産も停止します。で検査の体制を改めて出荷を再開するまで2週間程度かかるだろうということです。昨日記者会見した日産自動車の斉川博人社長です。再発防止策を信頼をしていただいた皆様にですね、大変申し訳ないことをしてしまったというふうに思っております。深くお詫び申し上げます。で日産は再発防止策として最終検査のスペースを独立させて正規の検査員しか入れないように管理を厳重にするほか正規の検査員の数も増やしていくということなんですね。いやこれ須田さんね非常に、まあ、微妙なところがありまして、はい、私全く素人で、分かってないんですよ、ね、分かってないんですけどハンドルの遊び具合とか、はいはい、ブレーキの効き具合なんて出てくるんですけどね、もっと他にもいろいろ調べるところはあるんでしょうけども、その程度のことはなんか俺でも分かりそうな気がしてね、まあ、そう言っちゃいけませんよ、はいはい、で、それでなぜね、なぜ、その無資格の人がやっていた、それは要するにそういう人でも OK だと思って安全だから OK だったんじゃないかという、そんな気配もちょっとすることと、はい、それから神戸製鋼のアルミは安全なんていうのがね、出てきて、他のものはまだ分かんないのもあるんですけど、いろんな企業がね、独自に調べて安全だと言っている、ということはですね、もともとそういう基準がきつすぎるんじゃないかというようなね、そんなことも感じないではない、でだけどまあ規則は規則、法律は法律みたいなところってありますから、はいはい、まあ、この辺のね、なんかこう、せめぎ合いでね、はい、一体本当のところはですね、何が原因なんだろうと、こういうふうに思うんですけど、須田さんはどういうふうに分析しますか？まあ、高島さんおっしゃるようにね、基準であるとか、ルールが厳しすぎる。まあ、そういう側面、色濃くあるんだろうと思います。で、やっぱり、資格を持った検査員と補助検査員、ね、じゃあこの差が、どの程度の能力が差があるのか、という問題もあるんだろうと思うんですが、ただ、その、やっぱりルールはルールでやらなきゃならない。そうなんですね。ね、ただ、そういった検査員であるとかね、そういった検査とかチェック体制っていうのは、利益を生むものじゃないんですよ。で、一方で、これだけの出荷をしなさい、これだけの検査をしなさい、というノルマが与えられていて、はい、ただ要するにコストカットをするために検査員の数はこれだけに抑えなさい、人件費はこれだけで収めなさいというような体制を取っていればですね、当然こういったことが起こってくるんですね。別に素人に検査やらせるわけじゃないわけですからね。ですからそういった意味で言うとですね、やっぱりこの何ですか、非生産部門、利益を出さない部門を、経費削減でどん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 カットしていったっていう、そういう側面があるんじゃないのかなと私は思いますね。でそしてもう一つはですね、この検査とそれから神戸製鋼のですね、品質管理ですよね。この品質管理に関してはですね、国際規格の ISO9001 というね、基準が適用されてるんですよ。ISO ね、はい、はい、でまあこういった基準がなぜ設けられているのかというと、どちらかというと品質管理を徹底してやるということではなくて、出荷した後、あるいは車だったら、この車をですね売った後、何かトラブルが起こった時に企業としてはね、これだけの万全体制を敷いていましたよというね、エクスキューズをするための側面というのは色濃くあるんですよ、ね、私神戸製鋼の例なんかで30年40年前からやってたなんていう ね、あれだとその無神経にも驚きますけども、そんな昔からやってたんだったらなんか重大事故が発生しててもおかしくないなと思うけど、特に聞いたことないですよね、ですからこの先ほど申し上げた ISO9001 という国際規格が、近年導入されたものでしてね、以前からあるわけじゃないんですよ。どん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 こういった基準というのは、きつくなってるんですね。ですからかつて OK だったんだからいいじゃないかという現場の意識もないわけじゃない。なるほどその辺ね、分からないではないですね、だから日産や神戸製鋼が許されるってことが僕はないけどもね、実はね、この問題というのは、日本のものづくりであるとかね、日本の企業が今抱えている本質的な大きな問題を私はね、横たわってると思うんですよ。というと？それは一体何なのかっていうと、かつての日本の企業、日本のものづくりだったらね、
剰なスペックであるとか過剰な品質、つまりこういった規格なんかをはるかに上回るようなね、そういったあの基準であるとかスペックを、まあ提供したわけですよ。国際基準でここまでと言ってても、ね、日本の企業はそれ以上の、あの安全性にしても何にしてもあの高い数字をクリアしてた。そこまでやる必要ないんじゃないのと言われるぐらいまでやってたわけです。それが日本のものづくりや企業に対する世界的な信頼だったんですね。それが追い越されてしまった。ここにね、やっぱり危機感を覚えなきゃダメですよ。ああ、そうか、そうか。一番の問題点です、そこが。ああ、なるほどね。なんかあの企業が国際化しすぎてね、ね、それであの経営陣もね、いろいろこう、毛色の違う人がいろいろこう、やってるとかいうのもあるし、なかなか難しいところですけどね。だけど、かつての日本のものづくりは、あの、そこまでやってたんだという。はい、それがこう、許されなくなった、まあ、なんていうかな、あの、状況っていうのもあるんだよ、ということですね。だって普通に考えれば検査員増やそうなんかわけもないことだと思いますもんね。そうですね。それはここへ来て増やすって方針遅すぎますよ、これは。ああ、確かにね。ということで、日本のね、代表的な企業はですね、こういうようなね、現象をたくさんあっちでもこっちでも起こしているという不思議、その原点は何なのかっていうのがね、今の須田さんの一言で、いささか分かったような気がしましたが。さあ、続いてもう一本ニュースはこれです。東京都の小池知事は昨日の定例記者会見で希望の党の代表職について衆議院選挙の後は小池知事と国会議員の代表による共同代表制にするという考えを重ねて示しました。一方でまだ決まっていない執行部の体制は選挙結果を見た上で検討したいと述べました。はい、衆議院選挙は投票まであと2日に迫っています。与野党の党首による舌戦も熱を帯びています。でこうした中、東京都の小池知事は昨日の定例記者会見で希望の党の代表について国会議員の代表との共同代表制にするという考えを重ねて表明しています。あの私はあの国会議員の資格はないわけでございますので国会の方で代表者を置くということになろうかと思います。いずれにしましてもあの代表ということについては現時点で変わりはございません。また小池知事はこの後報道陣の取材に対し選挙で負けた場合代表の引責辞任を検討するかと問われましてまだ早すぎる、今は勝ち抜くための努力をしているところだとこのように述べています。須田さん的には小池さん情報というのはどんなのが入ってますか。うん、ですからね、希望の党であるとか都民ファーストの会の代表が誰であるかって問題ないんですよ。はい、両方とも現状では特に都民ファーストの会はその色彩が強いんですが、小池さんの個人焦点、はい、これがずっと大きな問題を起こってきた。うん、だから今回のですね、選挙の最中にかつてね、小池さんを支えてきた音喜多さんが離党しましたよ ね、 ね、都民ファーストの会の幹事長、ナンバー2ですよ。うん、なんで彼が離党したのかというと、幹事長を外されるにあたってですね、小池さんの鶴の一声があったからなんですね。うん、別にそこになんか期間決定があったとかね、何か問題を起こしたわけじゃない、皮肉はないから首を切るというね、こういった個人焦点的な色彩が色濃くあるとね、今後の党運営というのも問題があるだろうなと思いますね。まああんまり言っちゃいけないんですけど、なんかマスコミの報道見てると小池さんのその今まで、ま、気づいてたけどもそれは逆にプラス面と判断していたことが、逆にこのマイナスに作用しているというのはあまりにも出過ぎましたよ ね、 ね。だからその反面ね、それを裏返せば強いリーダーシップっていうことになりますからね。そう、そこなんですよね。で、空気の変化っていうのはすごいもんですね。ガラッと変わっちゃいました ね、 ね。お互いちょっとね、発言に気をつけた方がいいなと、ね、じみじみ思いましたよね。いや笑ってる場合じゃないんですけど、いや小池さんもまさかこれだけ空気が凍りつくとは思わなかったでしょうね。だけどまだ選挙はしてないんですよね。日曜日ですから。日曜日ですか。天気もあるし、どういうことになるか、来週のね、マスコミの反応なんていうのもね、ちゃんと見なきゃいかんし、 そうですね、それからあと何が原因なのかっていうそういう分析ね、これも細かくしてもらいたいですよね。はい、ありがとうございました。須田慎一郎さん。たのは、国務省のスタッフですから、自分の上司ですからね、もう気になって気になってしまう。誰が来るのか。うん、そうだそうだ。ね、わかる。同じ社内の社員が社長の人事をね、見てるようなもんですから、だからいろんな情報が入ってきてる中で、で、その話をしたもんですから、いや、これはかなり角度が高いんじゃないのかなと。ね、最終的にその人事が実行されるかどうかはまた別にしましたよね。ティラーソンさんはとにかく、あくまでも話し合いで、最後まで話し合いだと、ね、はい、言ってますよね。爆弾一発落ちるまで話し合いなんだと。でそれに対して、トランプ大統領は核兵器を10倍にしろとかさ、まだまだわけのわかんないこと言ってて、でそれで結局トドのつまりがティラーソンさんが更迭されて、それでポンペオさんが今気になったのはイケイケだっていうのがあった。
だから、まあ、前歴は何ですか、このポンペオさんというのは CIA、 ずっとその CIA 畑を歩いてきた人ですか。いや違います、あの軍人ですか。いや軍人ではありません、はあ、トランプさんのですねスタッフというか、はい、ああそうですか。だからそういった意味で言うとですね、どうなんでしょうね、あの米朝開戦も、ありえなくはないぞと。結構現地ではハラハラムードはあるんですか。いやさほどないですね。だからやっぱりね、韓国っていうのは常にリスクにさらされた国なんですよ、ね、ですからそういった意味で言うとまた同じような状況になって、これは市民感覚としてね。ただそうは言ってもですね、やっぱりあの38度線近くへ行ってみますとですね、まあ、あの低、あのね、等間隔でその監視所がありましてね、その監視所、普通だったら3カ所に1カ所ぐらいしか軍人がいなかった、これまでは。ところが3カ所に2カ所ぐらい増えてきましたね。やっぱりそういった点ではね、なんかね、そこははかとない緊迫感というのは伝わってきましたよね。微妙な変化は感じられる。感じますね。まあ、狼がクルーズ状態がずっと続いてますからね。はい、なるほどね。はい、須田さんはですね、この後は7時からです。はい、今朝のコメンテーターは、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。須田さん、はい、日米ともに株価がすごいことになってて、はい、ニューヨーク株はですね、2万3000ドル台を突破しまして、はいはい、それでもう、本当、今日の新聞なんかは、1987年、ブラックマンデーのね、あの時とね、よく似てるなんつって、はいはい、警告を発している新聞もあります。で、日本の方もですね、まあ、日経平均13営業日連続上昇ということで、29年ぶりの歴代2位に並んだと、はいはい、ね、2万1448円52銭ということなんですが、はい、これはどういうふうに判断したらよろしいですかね。はい、あの基本的にはですね、あの日本の株価はですね、アメリカの株価に連動してますから、引きずられて上がってきたというのは第一点ですね。はい、でもう一点はですね、あのやっぱり需給の面から言いますとね、やっぱり公的資金、特に日銀による ETF 買い、あるいは年金資金の買い、はい、やっぱりこれが強く強く下を支えしているという状況。だから公的資金買いに、まあ提灯がついて個人の買いが入ってですね、株価が上がってきているというのが実情じゃないかなと思いますね。アメリカはどういう理由ですか。これはね、いろいろと言われてるんです。非常に、まあ、微妙なところがありまして、はい、私全く素人で、分かってないんですよ、分かってないんですけど、ハンドルの遊び具合とか、はいはい、ブレーキの効き具合なんて出てくるんですけどね、もっと他にもいろいろ調べるところはあるんでしょうけども、その程度のことはなんか俺でも分かりそうな気がしてね、まあ、そう言っちゃいけませんよ。はいはい、で、それで、なぜね、なぜ、その無資格の人がやっていた、それは要するにそういう人でも OK だと思って安全だから OK だったんじゃないかという、そんな気配もちょっとすることと、はい、それから神戸製鋼のアルミは安全なんていうのがね、出てきて、他のものはまだ分かんないのもあるんですけど、いろんな企業がね、独自に調べて安全だと言っている、ということはですね、もともとそういう基準がきつすぎるんじゃないかというようなね、はいはい、そんなことも感じないではない、はい、でだけどまあ規則は規則、法律は法律みたいなところってありますから、はいはい、まあ、この辺のね、なんかこう、せめぎ合いでね、はい、一体本当のところはですね、何が原因なんだろうと、こういうふうに思うんですけど、須田さんはどういうふうに分析しますか。まあ、高島さんがおっしゃるようにね、基準であるとか、ルールが厳しすぎる、まあ、そういう側面、色濃くあるんだろうと思います。で、やっぱり、資格を持った検査員と補助検査員、ね、じゃあ、この差が、どの程度の能力が差があるのか、という問題もあるんだろうと思うんですが、ただ、やっぱりルールはルールでやらなきゃならない。そうなんですよね。ね、ただ、そういった検査員であるとかね、そういった検査とかチェック体制っていうのは、利益を生むものじゃないんですよ。で、一方で、これだけの出荷をしなさい、これだけの検査をしなさい、というノルマが与えられていて、はい、ただ、要するにコストカットをするために、検査員の数はこれだけに抑えなさい、人件費はこれだけで収めなさい、というような体制を取っていればですね、当然こういったことが起こってくるんですね。はい、別に素人に検査やらせるわけじゃないわけですからね。ですから、そういった意味で言うとですね、やっぱり、この、なんですか、非生産部門、利益を出さない部門を、経費削減で、どん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 カットしていったっていう、そういう側面があるんじゃないのかなと、私は思いますね。で、そしてもう一つはですね、この検査と、それから神戸製鋼のですね、品質管理ですよね。この品質管理に関してはですね、国際規格の ISO9001 というね、基準が適用されてるんですよ。ISO ね。はい。で、まあ、こういった基準がなぜ設けられているのかというと、どちらかというと品質管理を徹底してやるということではなくて、出荷した後、
あるいは車だったら、この車をですね売った後何かトラブルが起こった時に企業としてはねこれだけの万全体制を敷いていましたよというね、うん、エクスキューズをするための側面というのは色濃くあるんですよ、ね、私神戸製鋼の例なんかで30年40年前からやってたなんていう ねあれだとその無神経にも驚きますけども、そんな昔からやってたんだったらなんか重大事故が発生しててもおかしくないなと思うけど特に聞いたことないですよね、ですからこの先ほど申し上げた ISO 9001という国際規格が、近年導入されたものでしてね、以前からあるわけじゃないんですよ。どん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 こういった基準というのは、きつくなってるんですね。ですからかつて OK だったんだからいいじゃないかという現場の意識もないわけじゃない。なるほど、一体本当のところはですね何が原因なんだろうと、ここに思うんですけど、須田さんはどういうふうに分析しますか。まあ、高島さんがおっしゃるようにね、基準であるとか、ルールが厳しすぎる。まあ、そういう側面、色濃くあるんだろうと思います。で、やっぱり、資格を持った検査員と補助検査員、ね、じゃあ、この差が、どの程度の能力が差があるのか、という問題もあるんだろうと思うんですが、ただ、その、やっぱりルールはルールでやらなきゃならない。そうなんですよね。ねただ、そういった検査員であるとかね、そういった検査とかチェック体制っていうのは、利益を生むものじゃないんですよ。で、一方で、これだけの出荷をしなさい、これだけの検査をしなさい、というノルマが与えられていて、ただ、要するにコストカットをするために、検査員の数はこれだけで抑えなさい、人件費はこれだけで収めなさい、というような体制を取っていればですね、当然こういったことが起こってくるんですね。別に素人に検査やらせるわけじゃないわけですからね。ですから、そういった意味で言うとですね、やっぱり、この、なんですか、非生産部門、利益を出さない部門を、経費削減で、どん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 カットしていったっていう、そういう側面があるんじゃないのかなと、私は思いますね。で、そしてもう一つはですね、この検査と、それから神戸製鋼のですね、品質管理ですよね。この品質管理に関してはですね、国際規格の ISO9001 というね、基準が適用されてるんですよ。ISO ね。はい。で、まあ、こういった基準がなぜ設けられているのかというと、どちらかというと品質管理を徹底してやるということではなくて、出荷した後、あるいは車だったら、この車をですね売った後、何かトラブルが起こった時に企業としてはねこれだけの万全体制を敷いていましたよというねエクスキューズをするための側面というのは色濃くあるんですよ、ね、私神戸製鋼の例なんかで30年40年前からやってたなんていう ねあれだとその無神経にも驚きますけども、そんな昔からやってたんだったらなんか重大事故が発生しててもおかしくないなと思うけど特に聞いたことないですよね、ですからこの先ほど申し上げた ISO 9001という国際規格が近年導入されたものでしてね、以前からあるわけじゃないんですよ。どん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 こういった基準というのは、きつくなってるんですね。ですからかつて OK だったんだからいいじゃないかという現場の意識もないわけじゃない。なるほどその辺ね、分からないではないですね、だから日産や神戸製鋼が許されるってことが僕はないけども実はね、この問題というのは、日本のものづくりであるとかね、日本の企業が今変えている本質的な大きな問題を私はね、横たわってると思うんですよ。というと？それは一体何なのかっていうと、かつての日本の企業、日本のものづくりだったらね、過剰なスペックであるとか、過剰な品質、つまりこういった比較なんかをはるかに上回るようなね、そういった基準であるとか、スペックを、まあ、提供したわけですよ。国際基準でここまでと言ってても、ね、日本の企業は、それ以上の、安全性にしても何にしても、高い数字をクリアしてそこまでやる必要ないんじゃないのと言われるぐらいまでやってたわけです。それが日本のものづくりや企業に対する世界的な信頼だったんですね。それが追い越されてしまった。ここにね、やっぱり危機感を覚えなきゃダメですよ。そうか。一番の問題点です、そこが。なるほどね。なんか企業が国際化しすぎてね。ね。それで経営陣もね、いろいろこう、毛色の違う人がいろいろこう、やってるとか許されるってことが僕はないけども。ね。実はね、この問題というのは、日本のものづくりであるとかね、日本の企業が今変えている本質的な大きな問題を私はね、横たわってると思うんですよ。というと？それは一体何なのかっていうと、かつての日本の企業、日本のものづくりだったらね、過剰なスペックであるとか、過剰な品質、つまりこういった比較なんかをはるかに上回るようなね、そういった基準であるとか、スペックを、まあ、提供したわけですよ。国際基準でここまでと言ってても、ね、日本の企業はそれ以上の、安全性にしても何にしても、高い数字をクリアしてそこまでやる必要ないんじゃないのと言われるぐらいまでやってたわけです。それが日本のものづくりや企業に対する世界的な信頼だったんですね。それが追い越されてしまった。ここにね、やっぱり危機感を覚えなきゃダメですよ。そうか。一番の問題点です、そこが。なるほどね。なんか企業が国際化しすぎてね。ね。それで経営陣もね、いろいろこう、毛色の違う人がいろいろこう、やってるとかいうのもあるし、なかなか難しいところですけどね。だけど、かつての日本のものづくりは、そこまでやってたんだという。それがこう、許されなくなった、まあ、なんていうかな、状況というのもあるんだよ、ということですね。だって普通に考えれば検査員増やそうなんか、わけもないことだと思いますもんね。そうですね。それは、ここへ来て増やすって方針、遅すぎますよ、これは。確かにね。
ということで、日本のね、代表的な企業がですね、こういうようなね、現象をたくさんあっちでもこっちでも起こしているという不思議、その原点は何なのかっていうのがね、今の須田さんの一言で、いささか分かったような気がしましたが。さあ、続いてもう一本ニュースはこれです。東京都の小池知事は昨日の定例記者会見で、希望の党の代表職について、衆議院選挙の後は小池知事と国会議員の代表による共同代表制にするという考えを重ねて示しました。一方で、まだ決まっていない執行部の体制は選挙結果を見た上で検討したいと述べました。はい、衆議院選挙は投票まであと2日に迫っています。与野党の党首による舌戦も熱を帯びています。でこうした中、東京都の小池知事は昨日の定例記者会見で、希望の党の代表について国会議員の代表との共同代表制にするという考えを重ねて表明しています。私は国会議員の資格はないわけでございますので、国会の方で代表者を置くということになろうかと思います。いずれにしましても代表ということについては現時点で変わりはございません。また小池知事はこの後報道陣の取材に対し、選挙で負けた場合代表の引責辞任を検討するかと問われまして、まだ早すぎる、今は勝ち抜くための努力をしているところだと、このように述べています。須田さん的には小池さん情報というのはどんなのが入ってますか？ですからね、希望の党であるとか都民ファーストの会の代表が誰であるかって問題ないんですよ。両方とも現状では、特に都民ファーストの会はその色彩が強いんですが、小池さんの個人焦点、はい、これがずっと大きな問題が起こってきた。だから、今回のですね、選挙の最中に、かつてね、小池さんを、